はい、皆さん、こんにちは、ホダです。カジャビシリーズの今回の動画では、カジャビの顧客管理についてご説明をしていきたいと思います。カジャビはですね、e ラーニングツールとかメール配信とかオートメーションが全て備わったツールになっていますので、もちろん顧客管理の方もしっかりと行うことができます。じゃあ、具体的にどういう操作ができたりとか、どういう情報が見れるかというのを実際の画面をお見せしながらご説明をしていきたいと思います。はい。まず、カジャビで顧客の管理、ユーザーの管理をするときに、どのページに行くかと言いますと、まずメニューのコンタクトに進みます。で、このオールコンタクトというページに行きますと、今までエンゲージしてくださったお客さんの情報がここに全て入ってます。で、カジャビでそのエンゲージというのは、例えばフォームに送信があったときとか、オファーを買ってもらった方の2つのパターンがあります。で、フォームに送信をした人も、オファーを買った人も、もう全てこのコンタクトに情報が溜まっていくという形になります。で、実際にこういった形で溜まっているコンタクトを一人一人確認して、その人の過去の履歴とか、いついつ何をしたかというのを見ることができるようになっています。で、もちろんユーザーの絞り込みも行うことができるという形です。で、例えばですが、今回の動画シリーズでちょっと適当に使っている E メールですが、こちらの方のユーザーをクリックします。で、そうすると、この人の今データが出てきました。で、この人が、今まで使った金額がこちらで、持ってるオファーがこれでとか、最後のログイン日がこれでとか、そういうのも出てきます。で、このフルプロフィールをクリックすると、さらに詳しい情報を見ることができるというふうになっています。で、この人の名前とメールアドレスと、追加された日がこれで、いつからカスタマーになりましたよというようなデータが出ています。で、ライフサイクルということで、この人の概要を見ることができます。で、過去にこういうことをしましたというのがデータが残ってますので、例えばですが、お問い合わせとかで、このメール、受けたんですけど受け取れませんでしたとか届かないんですけどとかそういうのがあった時に、そういう時にこういう履歴を全て確認することができるので、あ、お客様はちょっとこのフォームに申し込みがなかったので受け取ってませんとか、そういう事実確認も簡単にすることができるというふうになっています。で、過去のを見るとこの日のこの時間にこのフォームに申し込みをしましたとか、で、それで自動的にオファーがグラントされましたとか、このミーティングのイベントに追加されましたよとか、こういった形で全て時系列で確認することができるというふうになっています。で、このインフォをクリックすると、この人の細かい情報とか、あとはその購入するオファーを購入するときに名前とか住所を入れていればそれもちゃんと保存されているという形です。で、こちら過去に購入したオファーとかグラントされたオファーでこの人が持っているオファーというのを全て確認することができます。で、このオファーを持っていることでここでアクセスできるプロダクトですね、このオファーの中身にプロダクトを追加することによってこう受講することができるので、じゃあこのオファーを持っている中のそのプロダクトはこれらですというものが出てきます。あとはノートということで、個人的に管理者がノート、メモを残したいときは、ここでメモを残しておくことができます。で、カジャビの場合はプランにもよりますが、複数の管理者アカウントを発行することができるので、その管理者と連携を取るために、この人のメモ書きをこのユーザーさんごとに残しておくということも可能です。で、あとは顧客タグということで、基本的にカジャビの中で起こったアクションに関しましては、すべてカジャビで、後から絞り込んだりとかすることができますが、パッと見で分かりやすいように、こういうふうに顧客のタグをつけておくということも可能です。で、メールを一斉送信するときとか、何かしらアクションするときに、このタグを持ってる人だけに一斉に送るとか、そういうことも簡単に行うことができるというふうになっています。で、あと他のアクションということで、グラントオファーということで、この人に手動でオファーを渡すこともできるというふうになっています。で、あとはパスワードを変えてあげたりとか、あとはパスワードのリンクを送ってあげたりとか、ログインができませんというお問い合わせがあったら、じゃあちょっとパスワードと再発行リンクを送りますので、そちらから試してくださいとか、そういったことも可能というふうになっています。で、もちろんですね、サブスクリプションのキャンセルとか、そういうのも、基本的に、お客さんの方から行っていただくことができるんですけども、管理者の方にちょっと問い合わせがあって、キャンセルしたいんですけど、というのがあれば、もちろん管理者の方で、このページから、このお客さんのこの特定のオファーのサブスクリプションを止めるということももちろん可能になっています。はい、あとはですね、もちろんコンタクトの追加、ユーザーの顧客の追加というのも後から可能です。で、このアドコンタクトをクリックしまして、CSV で追加するか、シングルコンタクトということで、一人一人手動で追加するかというのを選ぶことができます。はい。で、コンタクトの追加、一括追加の方法に関しましては、また別の動画でご説明していますので、そちらを参考にいただければと思います。で、ここでコンタクトを追加して、例えば、普通にお知り合いの方をちょっとメール追加したいということで、名前とメールアドレスを入れていただければ、ここで簡単に追加することができるというふうになっています。で、一点注意点ですが、追加する際は、このサブスクライブトゥーマーケティング E メールというのをチェックしておかないと、今後、カジャビから送信するマーケティングのメールをこの人は受け取れなくなってしまいますので、手動で追加する際は、こちらだけ注意いただければと思います。はい。あとはですね、顧客タグの管理というところでこのマネージタグというのをクリックすると、今このカジャビのサイトで作成されているタグというのを管理することができます。で、この顧客タグというのはカジャビのサイトの中で100個まで作ることができるので、あまりこう作りすぎてしまいますと容量がなくなってしまいますので、選んでですね、必要最低限のものをタグ化するというのがいいかなと思います。で、タグを使わずにユーザーを絞り込むことも簡単に行うことができます。で、カジャビの場合はこのフィルターという機能がありますので、こちらを選択して、ここでですね、もういろんな条件でユーザーの層を絞り込むことができます。
で、例えばですが、じゃこのイベントということにして、このイベントに登録してる人ということで、この9月15日のイベントに登録してる人でフィルターをかけますと、まあ、前回の動画で試しましたこのテストのユーザーだけが出てくるという形になります。で、例えばですが、じゃあこの今のこのイベント、このミーティングに参加している人のイベントのこの絞り込みの条件というのをまた呼び出したいとかあると思います。まあ、定期的にチェックして、まあ、何人ぐらい溜まってるかなっていうのを確認したい時があると思いますが、で、毎回ここで手動で選んでってやるとめんどくさいと思います。で、そういう時にセグメントという機能があります。で、それは何かと言いますと、この絞り込み条件のこの条件を保存しておくことができるという機能になりまして、ここで保存しておくともうすぐに呼び出すことができるというふうになります。で、例えばですが、ここで9月15日のミーティングというふうなセグメントを作っておきます。で、一旦またオールコンタクトのページに戻りまして、じゃあ先ほどの9月15日のイベントに登録している人だけを見たいということがあれば、このセグメントに進みまして、こちらですね、ここの9月15日のミーティングというのをクリックしますと、もう素早くこのユーザーを絞り込むことができるということになります。で、もちろん今1人しか出てませんが、もちろんこの後に何人か、このもちろんこの9月15日のイベントに追加された場合は、その人が全員対象になるという形になります。はい、こういった形で、まあ、いろんなフィルタリングとこのセグメントを使うことによって、まあ、そこまでタグも使わなくても、もうカジャミのサイトの中で行われたアクションに関しましては、全てトラッキングができるといいますか、全て絞り込みができるというふうになっています。まあ、いろんなことができまして、例えばカスタムフィールドにしまして、カスタムフィールドにしまして、この選択してください、 A から D の値が A になっている人だけを絞り込むこともできますし、あとはメールアドレスが Gmail の人とかでも絞り込みますし、もちろんオファーですね、特定のオファーを持っていると、逆にこのオファーを持ってない人を絞り込みますみたいな形もできるというふうになっています。で、ここで絞り込んだものをまたセグメントで保存しておけば、すぐにここから呼び出すことができるというふうになっています。はい、ちなみにですが、作成したセグメント他でどこで使えるかと言いますと、一斉送信ですね、メールブロードキャスト、ニュースレターを送るときにも使うことが可能です。で、ここで一番最初のまずステップ1ですね、ここで受け取り人を設定するんですが、最初だとデフォルトですとこのオールコンタクトになっていますが、セグメントを作っておけば、ここのもうセグメントというところで履歴が出てきます。で、先ほどの9月15日のミーティングというふうに設定しておくと、この受け取り人1人のためにこのメールを送ることができるというふうになっていますので、セグメントをまあいくつか設定しておくと、まあ、タグよりも便利かなと思いますので、まあ、ここもうまく活用いただければと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回はカジュミの顧客管理について簡単にご説明をさせていただきました。で、詳しい内容につきましてはまた日本語ガイドの方でまとめてますので、見れる方はそちらからご確認いただければと思います。で、カジュミの顧客管理、かなりいろいろ絞り込むこともできますし、ユーザーの情報も確認することができますし、で、特定のユーザーも絞り込むことができます。あとはですね、このカスタマーというので絞り込むと、例えば過去7日間にログインしたことがあるとか、まあ、そういうアクティブかどうかというのも判断して絞り込むことができるので、例えば逆にこのインアクティブ、ノットアクティブで7日間何もアクションがない人だけにメールを送るとか、まあ、そういうことも可能ですので、まあ、このあたりの機能もうまく使っていただいて、皆さんのこうビジネスにうまく活用いただければと思います。